岩絵具の一種、合成岩絵の具。岩絵具とは、主に鉱石を砕いて作られた粒子状の絵の具で、絵画、彫刻、工芸、建築に用いられる伝統的な顔料である。本校では主に、日本画の材料としての岩絵具について説明する。また、泥絵具についても補足的に述べる。岩絵具の具体的な一覧については、日本の絵の具を参照粒子状の顔料であり、 固着力がなく、単独では画面に定着しない。伝統的には固着剤として、二皮を併用し、指で混ぜて連成する。粒子の目の細かさは、番数で分別されており、一般的には、5番から13番、白とあり、数字が大きくなるほど粒子が細かくなる。同じ素性を有する岩絵具でも、粒子の粗いものほど暗色で鮮やかに、逆に細かいものほど、 表面の乱反射が多く、白っぽく明るい色になる。地球上には多彩な鉱物が存在し、これを粉砕、生成したものが古くから天然の顔料として用いられてきた。日本では古墳壁画や絵巻物などから色数が少なく原色が多い古代の色使いを見ることができる。材料を天然のものに依存し、生成前の選別を機械や科学的処理によらず、 行うため、その多くは効果である。自然の鉱物であるため、不純物が混入したり、色調が若干異なったりするが、それがかえって天然画に絵の具特有の深い色合いを作り出している。原料とする鉱石などの違いだけでなく、水に入れて、上積みをすくって、沈殿の時間差で粒子の大きさをより分ける、焼いて酸化させることにより黒っぽい色を出す。 水晶を混ぜることで発色を鮮やかにするといった工夫で様々な色合いを生み出す。天然岩絵の具の原石の希少価値、高価格、有毒性、扱いの難しさ、そして色調の少なさといった天然鉱物の欠点を克服するべく近代に入ってから新しい岩絵具が開発されるようになった。それまで新しく中間色を作る際は五分に染料を染め付けて、 中間色を作っていた。人工的に作られた色の塊である新岩を天然岩絵の具と同じように粉砕、生成して作られた岩絵具。一言で言えば着色ガラスの粉末。確かな品質と種類の豊富さは日本画の歴史を変えたとも言われている。新岩はフリットと呼ばれるガラス体質に金属酸化物を混合し700度から1000度の高温で焼成し作られる。 耐久性に優れ安定しているが、不純物が少ないため、天然岩絵の具と比べて色合いの深さで一歩譲る。また天然岩絵の具のように焼いても色の変化は起こらない。岩群城、岩六章の人工代替を主目的として、第二次世界大戦以後研究が進められた顔料で、1952年には市販されていた。現在では日本が材料市場において、 格好たる地位を構築している。粒の元となる水晶末や崩壊末に色の元となる顔料や染料を付着させた岩絵具。従来の岩絵具になかった蛍光色やパステルカラー、溶画顔料を備えるが、対、光性に乏しに劣る傾向がある。同種の合成岩絵の具同士では、比重が同じなため直感的に混色ができる。水管絵の具とも呼ばれる。 日本画の顔料のうち、粒子の細かいもの。粒子の荒い岩絵具とは違い、厚塗りができて隠蔽力があり、マットな塗面を作る。一般的には、五分もしくは白度を染料で染めきしたものである。ありがとうございます。